東名高速道路は、東京都世田谷区の東京インターチェンジから、神奈川県、静岡県を経由し、愛知県小牧市の小牧 IC へ至る高速道路である。通称東名高速、東名、新東名高速道路と特に区別する場合には、旧東名、元東名など。ネクスコ中日本の公式的故障は、東名と元東名。法令上の正式な路線名は、 第一東海自動車道である。また、アジアハイウェイ1号線、R1 の一部である。高速道路ナンバリングによる路線番号は、名神高速道路とともに E1 が割り振られている。全区間を中日本高速道路が管理、運営している。中央自動車道、名神高速道路、新東名高速道路、伊勢湾岸自動車道、新名神高速道路、東名阪自動車道、 名阪国道、西名阪自動車道とともに、東京23区付近から名古屋付近を経由し、大阪付近につながる日本の大動脈となっている。東京 IC 厚木インターチェンジは、大都市近郊区間であり、普通区間に比べて、通行料金が割高になっている。東京 IC、横浜青葉、IC、裾野インターチェンジの3カ所の IC を除き、 すべてトランペット型 IC となっている。また台風接近時は高潮と高波の影響で、駿河湾に面した下り線の富士 IC、清水ジャンクションがたびたび通行止めになる。東京 IC から小牧 IC までの直線距離は 248.4km で、あるが、東名の延長距離は 346.8km と約 98km も迂回している。 毎年10月から11月に2週間の後期で、透明集中工事。透明高速道路の名称は、東京 IC 小牧 IC 間の道路名である。また、小牧 IC 異性に連続する道路名は、名神高速道路である。法令による路線名は、東京 IC 小牧 IC 間は、第一東海自動車道で、かつ小牧ジャンクション小牧 IC 間は、 中央自動車道西宮線と第一、東海自動車道の重複区間である。高速道路という故障を使用しているのは、現在、新東名、東名と新名神、名神のみであるが、これは、東名、名神の計画、建設の進められる過程で広く、民間において、高速道路という通称が使用され、一般的に定着して、馴染みがある名称となったという歴史的な背景を、 考慮して採用されたものである。ただし新聞等のメディアでは、透明開通後もしばらく透明高速自動車道、明神高速自動車道と表記していた。なお、中央道については開通当初、中央高速道路と称していたこともあり、現在でも中央高速と呼ばれることがある。近年開通した新透明、新明神についてはそれぞれ透明。 明神のバイパスルートとして建設されたという経緯を踏まえた特例である。逆に一部のサービスエリアの案内板や一部の公的文書などにおいて、東名高速道路、新東名高速道路、明神高速道路、新明神高速道路の略称として、東名道、新東名道、明神道、新明神道と表記されるケースもある。詳細は、 新東名高速道路を参照透明に並行している。新東名高速道路は透明のバイパス路線として建設された道路である。透明は交通量が多く、そのため渋滞や事故が状態化していて、さらに設計が古いため急曲線、急勾配等が多く、近年は老朽化が深刻であり、透明集中工事と少子更新工事を多数実施していた。さらに透明は 首都圏と中部や関西等を結ぶ大動脈の一つであるため災害時においては東西間の物流に障害が生じる。そのためバイパス路線として新東名が建設された。新東名高速道路は東名と並行しており災害時においては東名のバイパス路線として効果を発揮する。新東名は設計が良く究極線、急勾配等が少ない。 古典和 JCT、豊田 JCT で新透明、伊勢湾岸道を利用した場合は、透明経由に比べ距離が数十キロ短縮され、さらに新透明経由の方が所要時間短縮となることが多いという結果になっている。二0十二年四月十四日に古典和 JCT 浜松稲佐ジャンクション、連絡路の清水 JCT 新清水ジャンクション、浜松稲佐ジャンクション三日比ジャンクションが、 2016年2月13日には、浜松稲佐ジャンクション豊田東ジャンクションが、2018年1月28日には、海老名南 JCT 厚木南インターチェンジが、2019年3月17日に、厚木南インターチェンジ伊勢原 JCT が、2020年3月7日に、伊勢原 JCT 伊勢原大山インターチェンジが、それぞれ開通した。今後、 五転場インターチェンジ五転場 JCT が2020年度、伊勢原大山インターチェンジ肌のインターチェンジが2021年度、肌のインターチェンジ五転場インターチェンジが2023年度に順次開通予定である。東名高速道路の構想は、1953年に右派社回答によって提出された、議員立法、国土開発中央自動車道事業法案に対し、 同年5月に建設省がこれに対抗する東海道案として公表した東京神戸間有料道路計画書によって始まった国土開発中央自動車道事業法案とは静岡県出身の有力実業家田中誠一が戦後間もなく発案した国土開発中央自動車道構想を下敷きとして田中の構想に同調した議員らで結成された 国土建設推進連盟を中心に本州中心部を貫く、基幹幹線道路である東京、神戸間高速自動車道中央道をまず建設しようとする具体的な計画であったが、建設省から公表された東京神戸間有料道路計画書は、この事業法案の考え方を遠回しに否定するものであり、もともと内務省によって策定された戦前の自動車国道構想を継承して、 復活させる動きを示す形となった。この問題は政治家を巻き込んで次第に大きくなっていき、政府は東京神戸間のうち計画ルートが決まらない東京名古屋間を後回しにしてとりあえず整備すべき区間を名古屋神戸間に限定し、名神高速道路として先行建設されることになった。名神高速道路では建設に際し日本道路公団が外国から 道路計画の技術専門家であるクサヘル・ドルシュを雇ってドルシュの指導の下で高速道路の計画設計がなされており、これに引き続く透明高速建設においてもドルシュが顧問を務めた。1957年に建設省から日本道路公団へ施行命令が出されたことによって名神高速道路の建設は始められたが、 この時点でも東京名古屋間の建設ルートを東海道にするのか中央道にするのかについての話し合いは依然としてまとまらず、ルートは決まらなかった。このような混乱の中、1955年6月に超党派の衆議院議員430名によって提出されていた田中構想を軸に約5 0 0 0トルの自動車道を整備するとした国土開発縦貫自動車道建設法案が 1957年4月に成立した。建設省事務局では一貫して開発優先の中央道よりも技術面、財政面で東海道案を支持していたが、1960年に東海道幹線自動車道建設法案が議員立法される動きが出たことにより、中央道派議員はこれに激しく反発し、結局、透明高速派と、 中央道破損法の妥協によって同年、東海道幹線自動車国道建設法と中央道予定路線法の二つの法律が成立し、東名高速と中央道の両路線は同時に着工されることで決着した。しかし、翌昭は36年度の予算編成で、経済企画庁が東海道と中央道の同時着工に難色を示したことが影響して、 その翌年1962年に建設省は日本道路公団に対して中央道の東京富士吉田間の施行命令を出して以後保留したのに対し経済効率的に有利な東名高速については次々と前線にわたって施行命令を出していったこのため東名高速道路の建設は順調に進められていき7年後の1969年5月に 大井松田 i c 御殿場インターチェンジの共用により、全線開通した。1969年5月26日に、開通記念の切手が発行された。額面は15円。下り線の大井松田インターチェンジから、足柄バスストップ付近の間と、上り線の日本坂トンネル入り口付近と日本坂、TN 出口付近の間が左右2つのルートに分かれる。ほぼ並行して走っており。 距離は左右ルートでさほど変わらない。大井松田 IC 足柄 BS は下り線がほぼ平行した左ルート2車線右ルート2車線の計4車線、上り線は1ルート3車線となっている。下り線のあゆさわパーキングエリアは左ルートからしか入れない。右ルートは分岐手前で左右車線から1車線により分岐する形態となっている。また、 大井松田 IC から下り線に入る場合は、右ルートには入れない。なお、左右ルート分岐直前で、台下等の特定の種類の車両の通行区分が解除されているが、分岐までの距離が短いため、大型貨物自動車等は、右ルートには入りにくい。また、重トレーラーは、車両通行体牽引自動車の高速道路等の通行区分などにより原則第一。 通行対通行のため、左ルートの全車線が渋滞で最低速度以下、または通行止め等のような場合を除いては、右ルートに入ることができない。現在の下り線右ルートは以前上り線として使用されていたが、交通量の増加などで新たに現在の上り線を全く別ルートで建設して転用した。途中、アユザーパーキングエリアは、上り線と、 下り線左ルートのみに設置されており、下り線右ルートには、上り線として使用されていた頃のあゆざはパーキングエリアの跡地が見られる。日本坂 TEN 東側高校付近、西側高校付近は、下り線が新築トンネルを利用した1ルート3車線、上り線が従来のトンネルを改築した左ルートに、車線右ルート2車線の、K4 車線となっている。 この区間の改築完成時には上り日本坂、パーキングエリアは左右ルート分岐付近にあり、PA からの合流車両は強制的に左ルートに入る構造になっていた。現在は日本坂パーキングエリアが焼津川に移転新築したために PA を利用しても、どちらのルートにも入れるようになっている。また、トンネル東側合流部は、左ルートを手前で一車線に、車線絞り込みした上で、 右ルートに合流させる制御をしていたが、現在は手前での車線絞り込み制御を廃止し、右ルートと合流した先で、左一車線を延焼させる制御方法に改善された。中央自動車道と比べると平地部のルート中心で、全体的に直線が多く、おおむねの区間が時速 100km 制限だが、一部の区間は時速 80km に規制されている。特に、 大井松田 IC5 店場インターチェンジ間は、山間部のルートで急勾配や急カーブが連続している。また、台湾トンネルを除くすべてのトンネルで、時速 80km に規制されている。他の高速道路と同様、雨天、降雪、濃霧、台風などの高天時、事故や工事などの場合は、50時速 80km の速度規制が行われる。蒸気区間以外にも、 都半車線、不可車線が設置されている区間がある。特に、名古屋市近郊の給料地を通る、比較的起伏の多い区間ではかなり距離のある、不可車線が設置されている。現在、清水 JCT 清水インターチェンジ間で六車線化工事が行われている。また、新東名高速道路、浜松稲佐ジャンクション、豊田東ジャンクション間の、開通までの暫定的な渋滞対策として、 2011年10月から、上り線のトヨタ JCT をドアがマゴりインターチェンジ間、下り線の宮合いパーキングエリア、トヨタ JCT 間の4車線区間で、暫定6車線化が行われていた。この区間は、路肩の幅印が0.75メートル、1車線あたりの幅印が3.25メートルと狭くなるため、最高速度は時速60キロメートルに設定されていた。 2016年2月の新東名開通後に、当該区間の渋滞が、なお、足柄 SA 大井松田 IC 間の上り線は、東名集中工事などの際は、同区間を通行止めにし、下り線右ルートを上り線として使用する場合がある。道路復員、編集日本大ラッパーキングエリア付近。2016年2月撮影。道路復員は3.0メートルプラス3.6。 メートル2プラス0.75メートルプラス3.0メートルプラス0.75メートルプラス3.6メートル2プラス3.0メートルイコール24.9メートルであり現在の道路構造例において車線や路肩など各部の複員は0.25メートル刻みとなっているが透明の車線は3.6メートルであるこれは当時の日本に高規格道路の明確な基準がなく 車線幅にアメリカで用いられる12フィートを採用したためと言われている。東京 IC 沼津インターチェンジ間では、降雪時にチェーン規制が実施されることがあり、それ以前の区間では、チェーン規制はなく、降雪時は時速50キロメートル規制通行止めという段階で、規制措置が取られる。標高が高い大井松田 IC 沼津インターチェンジ。 寒夜強い冬型気圧配置時に雪雲が流れ込む豊川インターチェンジ異性では通行止めになる場合がある。通行止め区間では融雪剤散布などの作業が行われるが雪がやんでも除雪設備の不足や夜間の凍結により通行止め措置が長引く場合がある。サービスエリアパーキングエリア編集主なトンネルと橋編集トンネルの数編集開通時には 静岡インターチェンジアイズインターチェンジ間に小坂トンネルが存在したが、同区間の改築工事に伴い日本坂トンネルに結合された。日本坂トンネル、静岡川高校からわずか60メートルしか離れておらず、連続性を持たせた方が安全性を確保できると判断されたため、この部分にシェードが作られ一本のトンネルとなった。大井松田 IC 御殿場インターチェンジ間は、 上下線でかなり離れたところを通過するため、上下線のトンネル数も大幅に異なる。新規開設された上り線の方が7本も多くなっている。所要時間情報版、編集交通量の多い透明では、上り線の浜松西インターチェンジ浜松 IC 間や下り線の三日日比インターチェンジというかは、インターチェンジ間などの一部区間を除き、ほぼ全ての区間に所要時間情報版が、 設置されている。次の IC、2から3区間先の IC、50から1 0 0トル先の主要 IC までの所要時間が表示される。また、下り線の東京 IC 先、岡崎インターチェンジ手前、上り足柄 SA 手前には、上記の情報板の代わりに所要時間と、交通障害を図形で表示する横長の案内板が設置されている。また、透明。 新透明の二流特間となる下り線の五殿場 JCT の手前と上り線の三日日ジャンクションの手前には透明経由、新透明経由での五殿場 JCT、清水 JCT、新清水ジャンクション三日日ジャンクションの交通情報と所要時間情報を表示する大型の図形表示板が設置されている。また、明信、 新名神の二流特間になる下り線の岡崎インターチェンジ先には、名神経由、新名神経由での草津 JCT までの所要時間情報を表示する、可変 LED 表示板、さらにその先には、名古屋高速道路都心環状線までのルート情報を表示する大型の図形情報板が設置されている。道路照明灯、編集道路照明灯の設置区間は次の通り、 連続照明区間の設定基準は1日平均5万。豊川インターチェンジ小牧 IC も京浜地区や日本、坂トンネル区間に匹敵する交通量があるが、こちらには連続照明は設置されておらず、現段階で設置する予定もない。また、そのインターチェンジ沼津インターチェンジ間は、連続照明の設備はあるが日によっては、点灯していない場合がある。なお、 1990年代初期まで連続照明区間は都市部である東京 IC 透明川崎インターチェンジと急勾配でカーブが多い三北 BS 足柄 BS って前のみであった。1990年代の一部区間の新設及び拡幅工事に伴い上記の区間まで拡大された。ハイウェイラジオ編集当初は足高局伊藤や豊橋局伊勢などに限られていたが、 新設や区間延長などにより他の高速道路よりもかなり多くの箇所でハイウェイラジオが放送されるようになり、現在では三日日ビインターチェンジ三日ビジャンクション間春日インターチェンジ小牧ジャンクション間以外のすべての IC 間で放送されている。また場所によっては一つの IC 間で複数のつぼねが設置され、ほぼ連続した放送を行っている箇所もある。 豊川インターチェンジを境に東側は東京支社の川崎管制による独特のメロディで始まる放送形態西側は名古屋支社の市宮管制による4点チャイムの後に時分現在の高速道路情報をお知らせしますで始まる放送形態に分かれているかつては三日日日インターチェンジを境に分かれていたが2012年4月14日の新東名高速道路の開通を機に 三日日インターチェンジ、豊川インターチェンジの管轄が名古屋支社から東京支社へ移管されたことに伴い、ハイウェイラジオの放送形態も豊川インターチェンジを境に変更された。川崎管制については2011年10月に新透明高速道路開通を見越してシステムが改修され、機械音声に変更された上で2から3分ごとに情報が提供されるようになった。また、 主要 IC までの所要時間情報に加え、新透明、または連絡路に接続するジャンクションに近いつぼ根では、ルート別に所要時間情報が提供される。なお、始まりのメロディは変更されていない。一方、新システム導入により、旧システム時にはなかったシステム障害が発生するようになった。 さらに、2015年8月には、市宮管制と同様の機械音声に変更された。また、2012年4月の新東名の部分開通時に、新東名と並行する古典場インターチェンジとヨ川インターチェンジ、間では、ハイウェイラジオ放送区間であることを知らせる、ハイウェイラジオここからなどの標識が一部を除き、取り外され、代わりに新東名と同様の電光掲示板が多数。 設置された。さらに、新規局の開設や、既存局の吸収、分離などの再編が多数行われている。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して、作成2002年度区間別に見ると、横浜町田インターチェンジから厚木インターチェンジまでが126,614台で最大である。他路線と比べた透明の利用の特徴としては、 東海動物流の大動脈を担っていることから、夜間でも走行台数があまり減らないことと、大型車の割合が高いことが挙げられる。全区間を通して、大都市圏並みの交通量があることも特徴となっているが、平成22年度調査では、新名神高速道路の亀山ジャンクション草津 JCT 間が全面開通し、豊田 j c t 移動と名神、 草津 JCT 以西の間での距離、所要時間が短縮されたため、平成17年度調査に比べ東京 IC、豊田 JCT 間の全区間で交通量が増加した一方、豊田 JCT 小牧 IC 間では1万2000台程度減少した。新東名御天馬 JCT 三日日ジャンクションが開通した2012年度の調査では、並行する透明の交通量が 五殿場 JCT を境に、ほぼ半減している。一方で、未開通区間を中心に、横浜町田インターチェンジ五殿場 JCT 間や、三日日ジャンクション豊田 JCT 間では、交通量が増加し、同区間での渋滞が急増した。後者の区間では新東名延伸の2016年までの期間に限り、一部区間で暫定的に車線を増やす措置を取った。また、 高速道路の中では、交通量が時間帯、曜日を問わず多く、車線数を増やしても渋滞が年中激しい上に、路面等の損傷も早く、車線規制を伴う透明集中工事が例年10月頃に2週間ほどの後期で行われている。この際は、渋滞がいつも以上に激しくなり、最後尾では大型車が絡む追突死傷事故が後を絶たず、並行する。 一般道路も迂回する車両で渋滞が激しくなる。このため、東名は都市高速を除くと日本一事故の多い高速道路であり、上記の諸問題を解決するため、新東名の建設が進められている。渋滞、編集小田原厚木道路や、ほどがやバイパスなど、利用の多い接続路線からの車が集中する横浜町田インターチェンジエビ名 JCT 間は、交通量が非常に多く、 同区間にある大和トンネル付近、綾瀬 BS 付近を先頭とする渋滞が土曜、休日に頻発している。また、2009年3月28日から始まった高速上限1000円の影響により、それまで大型連休時のみ、渋滞発生地点となっていた沼津インターチェンジ富士 IC 間の中里 BS 付近、富士 IC 清水 JCT 間の松岡 BS 付近、 吉田インターチェンジ付近をはじめとするほぼ全区間で週末に渋滞が発生するようになった。このほか、平日朝を中心に、新東名の部分開通後は平行区間の東名では渋滞が激減した一方で、今まで静岡県内の渋滞でせき止められていた交通量が一気に流れるようになったため、新東名と合流した先の区間で渋滞が多発しており、 上り線の鳥で山トンネルなどもともと日、平均交通量が、比較的、少なかった区間で休日を中心に渋滞が起きている。2014年2月15日は、大雪の影響です。その、インターチェンジを先頭に 40km の渋滞となり20時間以上にわたって立往生する車が出る、事態となった。ありがとうございます。